トローリングとは、ルアーなどの漁具を使用した情報の一種。ルアーを生きた魚類に見せかけるため、プレジャーボートなどを巡航させて行う。通常は、外洋で行うが、内水面で行う場合は区別するため、レークトローリングと呼ぶ。マーリンと呼ばれるカジキ類、ツナと呼ばれるマグロ類のほか、カツオ、サワラなどが主な対象となる。食糧師が行う。 ロッドやリールを用いない、引っ張り、引き釣りも、超過を上げるには極めて合理的なシステムだが、国際的なスポーツフィッシング機構のイグファの企画では、トローリングもライン強度を別に分けられ、主に20ポンド以下のラインシステムで行う、トローリングを、ライトトローリングと呼び、それ以上の強度のラインで挑むトローリングを、ビッグゲームトローリングと称している。 ライトトローリングのライン強度これらのライン強度では、本サワラやスズキ、タチウオ、イナダ、シーラ、カツオ、メジマグロやキメジを狙うことが多い。ビッグゲームトローリングのライン強度このクラスのライン強度の対象魚は、ビンマガやキハダ、メバチア、クロマグロ等のマグロ類、カマスサワラ、ヨコシマサワラなど、オキサワラと称される大型のサワラ類、そして、 ビルフィッシュと称されるマカジキ、バショウカジキ、クロカジキ、シロカジキなどのカジキ類である。なお、淡水域のレイクトローリングでは、ルアーを沈めるため、レッドコアラインという鉛を芯にしたナイロンラインを利用するが、これは18ポンド、および12ポンド規格のものが流通しているが、18ポンドのラインを使用した場合、イグファルウールでは20ポンドラインとして扱われる。 海で行うトローリングと区別するためこの名称で呼ばれる。漁法はボートに固定したロッドにリールを装着して、特殊なツリートなどの先にルアー、タコベートを付け一て、または不規則な速度で長時間引くことにより、魚の栄想に止めておくことに優れた漁法である。また、ヒメマスを対象にした、レイクトローリングを特にヒメトロと呼ぶ。日本国内では、栃木県の中禅寺湖 神奈川県の足の湖、新潟県の銀山湖などで行うことができる。これらの湖では、レイクトローリング用に遊漁船のレンタルを行っている。ニジマス、ブラウントラウト、レイクトラウト、サクラマス、イワナ、ヒメマスなど酒科の魚を主に狙う。通常の釣りと異なり、ボート等を使って仕掛けを引くため特殊な道具を使用する。 特に同じエルソーに長時間仕掛けを止めておくための釣り糸やおもり、魚にルアーの存在を知らせるための就業版には専用のものが多い。また、超過に直結するルアーに関しては、種類、形状、材質など様々な工夫を凝らしたものが多く、中には釣り人自身が手作りする場合もある。ルアーフィッシングのテクニックの一つで、日中に、 水深の深い場所や物陰に隠れる習性のある、魚を対象に行われる。堤防や護岸された岩壁の壁際に、重めのルアーを沈め、テクテク歩いてトローリングするところからこの名前がついた。フライフィッシングの道具でトローリングを行うこと、通常は広い湖で、マス類の群れを探すために行われることが多いが、シンキングラインにウェットフライやストリーマー、 学ぶパターンなどを結んで、デッドをスローで引っ張り、当たりがあるまで探ることが多く、当たったら、通常のフライフィッシングに切り替えることが多いが、魚の栄想が深い時、移動が早い時などはハーリングでないと超過が得にくい、場合も存在する。また、米国の一部では、フライラインとリーダーの間に重りを返し、広報サーモンを専門に狙う場合もある。ありがとうございます。